はい、こんにちは。コーチカウンセラーのまっちゃんです。この前ね、わずか5分から10分ぐらいの間にもう腹が立ったり、こっち幸せな気分になったり、感情がもうこなれなったことがあったので、そのことについてちょっと紹介してみようかなというふうに思うんですね。で、どういう話かというと、まあ僕車乗ってたんですよ。車乗って、まあ、あの田舎の道のね、細い道、路地裏の、まあ、郊外の道をこう徐行してプップーっとこう、まあ、走ってたんですよね。ほんなら前に2人のカップルが歩いてたんです。まあ道狭いんですよ。狭いところ2人のカップルが、まあ、手つないでこう歩いてたんですね。まあええ感じやなみたいな。まあ手つないでますから当然2列応対、横になってますわね。でこう車でこう行こうとしたら当然こうまっすぐ行ったら当たりますから、避けてくれなんだら通り抜けんわけですよ。でまあこう行けたら、まあ2人もですね、後ろのこう僕の車に気づいたようで、ちょっとこう避けてくれたんですけど、まあやっぱり手つないだままですから避けてこう、ちょっとこうなったわけですよ。で、こう、あ、まあ、あかんで、これそのまま行ったら、やっぱりちょっとドア漏れミラーとか当たるかもしれへんで、みたいな感じの避け方なんですよね。避け方雑なんです。雑な。もっとこう、こう避けて、こう避けてくれたらいいのに、こう、やっぱこないなとこから、こうなんですよ。ほんで、この二人がですね、もう、チラ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 とこう、こう、針を向いてよ。下手くそやな、みたいな感じで、こう、チラチラ見てくるわけなんで、睨みつけながらね。で、おいおいと。おいおいと、ちょっと避け方雑やん、避けたポーズだけやんかみたいな感じで、こっちやってちょっとまあイラッとしとってですね、僕のドライビングテクニックやったらね、まあ、別にはなんとか避けれんことはないですよ。でもね、そんな雑な避け方だったら危ないやん、ちゃんと避けてくれよ的なアピールもこっちもしたかったもんで、わざとですね、わざとノロノロ運転で徐行でずーっとこう抜かずについていったんですよ。ほんで、まあ、ほんでもちょっともうええ加減にちょっとイラッとしてきてですね、もうブッブーってこうクラクション鳴らしたのかなと思ったら、ちょうどもう向こうもちょっとイラついたんでしょうね。はいはい、もうほな避けますわ、でも下手くそねあなたみたいな感じで、こうやっとこう避けてくれたんです。で、避けてくれたから、まあ、やっとこう徐行でね、抜いていったと。ほんで、まあ、やれやれやなという、一応こっちはって会釈したんですけど、みたいな感じなんですよ。もう感じ悪い。な、睨みつけるような感じで。で、まあ、はぁ、はぁ、みたいな、やれやれやな、みたいな感じで、ブーって、まあ、結局、やっぱり二人の手は繋いだままでしたわ。まあ、それはいいですよね。で、しばらく行くとですね、今度は、前に、今度、手繋いだお母さんと子供ちゃん、女の子の5歳ぐらいかな、女の子の子供ちゃんが、また歩いてたんですよ。ほんで、後ろから車に行くと、そしたら、このお母さんと娘さんは、僕の車に気づいてですね、って言って、危ないよ、はい、こっち来なさいよって言って、スコーッと言って、もうこっちの壁にペッタって背中へばりつくぐらい、あ、危ない危ない危ないみたいな感じでこう避けてくれたわけ。はいはい、それやったら全然通れますよ、安心して通れますよみたいな感じで、まあこっちはもう余裕でこう抜きながら、ありがとうみたいな感じでちょっとこう笑顔を作ってね、って会釈したわけ。そしたらお母さんもって言って、子供もみたいな感じで、もうめっちゃ感じへんやん、もう僕の頭の中でもお花畑ピカーッとか咲いたわけ。あー、なんちゅうこうすがすがしい気分なことか、あったかい気持ちになったんですね。あ、もうさっきのカップルとはえらい違いやなと思って、でまたさらにこう言っておったら、今度はですね、前からですね、チャリのこう、あのクロスバイクっていうんですか、自転車がやってきたんです。あ、これまあ高校生か大学生かぐらいの若者やなみたいな感じで、ほんで、まあ、車こう来て、自転車がこう来たから、あ、今度は、まあ、こっちがちょっとしっかり受け取らないかな、みたいな感じで、車で、まあ、精一杯、端に寄せてですね。で、十分に、こう、道幅を確保して、自転車通り過ぎたんですよね。で、まあ、通り過ぎや、際にですね、その男の子が、あって、あ、できたな、ってやったんですよ。めっちゃええやん、めっちゃ感じええやん、みたいな感じで、ね、すごい、こいつもええ感じや、みたいな、すごい清々しさがさっきにさらに倍増したわけなんです。まあ何が言いたいか、結局誰とも言葉交わしてませんよ。僕車一人で運転しましたから、誰とも言葉交わしてませんけれども、道の譲り合いだけでこんなに気分ってこんなに揺れ動くんかというふうに実感したわけなんですね。そうなんです。そして僕はやっぱり誰に対しても譲る気持ちっていうのを大事にしていきたいなっていうふうに思った出来事でした。このチャンネルでは心の健康や幸せな人生にするために役立つ心理学、そしてキャンプをツールとしたコーチング、自己発見などのさまざまな情報をご紹介しています。よかったら説明欄のリンクもポチッとしていただけたら嬉しいです。ありがとうございました。